蒸気機関車が姿を消そうとしていた昭和40年代、東海道新幹線の初列車の運転士として知られる大石和太郎さんは、全国の鉄道の写真と映像を撮影しました。その膨大な写真の中から珠玉の2500点余りを選び、スライドショー形式でご紹介します。ブルーレイ3巻分の圧倒的ボリューム、映像で見るモノクローム写真集躍進、半世紀前の全国の鉄道の様子をじっくりとご鑑賞ください。